ジョジョの奇妙な冒険は、アニメが10周年、原作はね、35年書いてます。主人公も、1部、2部、3部っていうか、代々続いてまして、同じ、なんていうか、血統っていうんですかね、血筋が同じで、最初の1部の主人公はこう、マッチョだったのが、だんだん5部のジョルのあたりになると、こう、等身大の、スラッとした少年のような、キャラクターになり、第6部は、女性ですね。力強い女性を描こうっていう、そういうのにこう、35年経つと、主人公の、そういう描き方も、どんどん変わってきてます。そういうところが、ジョジョの、なんかこう、魅力なのかなと、まあ自分では思ってます。ますます、皆様に、アニメを見ていただいたり、本を読んでいただいて、徐々に楽しんでいただけるように、願っております。あと、まあ、皆様のそれとともに、幸せも願っております。よろしくお願いします。